今日はハロウィンだな。団長はハロウィンの起源は知っているか？この日はあの世とこの世の境目がなくなり、死者の霊が現世の家族に会いに来る日らしい。しかし死者の霊とともに悪霊も一緒にやってきて、現世で悪さをするそうなんだ。そこで人間だと気づかれないよう仮装して霊に化け、身を守ったのが起源だとある本に書いてあった。まあ諸説あるようだが、どちらにせよ死や先祖という概念が曖昧な俺たち青少獣にとっては根本的にない発想だ。人間は想像力が豊かで本当に興味深いな。